はい、どうも、ずかちゃんの独り言レディオです。ずかちゃんに質問です。私は音楽をやっていて、ライブをしたり、バンドキャンプで販売したりしているのですが、なかなか芽が出ません。どうしたらいいでしょうか、というお便りをいただいたんですけども、本当はいただいてないんですけども、まあ、ちょっとね、架空の質問、架空の悩みに、自分自身で答えようじゃないかということですね。まずね、自分で、声に出して思ったんですけど、まあ、音楽がねもうできてるんだからそれでいいじゃないかということですよね。まあ、有名になるとか、まあ、お金持ちになるとかね、まあ、音楽でね、お金が稼げるようになったら、ね、アルバイトとかしなくて済むから、ね、それは本当いいですよね。でもまあ合法非合法を問わず、お金を稼ぐ方法っていうのは、まあ、いくらでもあるじゃないですか。だから別にそんなね、お金にこだわってもね、しょうがないのかなというか、なんだろう、まあ、音楽を売るとか、そのイベントの集客をで儲けるとかね、なんかそのお金儲けのことばっか考えるようになっちゃっても、なんかね、本末転倒というか、なんか違うなと思って、やりたかったことって音楽作ることなわけだから、まあ、それがそこに一番ね、集中するのがいいんじゃないっていうか、ね、それが楽しいですから、ね、でもお金がねあったら本当いいですよね。スダラパーも歌ってますよね。夢は金持ち、夢は金持ち、声に出して言う夢は金持ちってね、すごい詩だなと思いますけど、ね、お金があったら何に使うのかなってことを考えると、結局やっぱり音楽に使いたいってことになっちゃうんですよね。ね、野外フェスとか、まあ、楽器を、そうだね、全国の学校にサンプラーを配るとかもね、面白いですけどね。まあなんかね、いっぱいお金があったらそういうなんか面白いこともやりたいですけど、ということで、お金があってもどうせ音楽に使いたいんだから、まずは音楽に集中しろでした。ありがとうございました。